はい、ローガン戦士コロナ後です。今回は仮組が終了しましたキットのご紹介になります。制作したのはこちらドイツ3号突撃砲 B 型になります。スケールは35分の1スケールになります。はい、で仮組が終了したキットこちらになります。簡単にご紹介していきます。まずですね、このキットの特徴として足回りにサスペンションがつきます。内側に金属製のスプリングを4本入れて、稼働するんですけど、私は、それを省略しまして、車軸は全部固定してしまいました。はい、それからホイール周りなんですけど、塗装を別々にしたいなと思って今は、接着固定してない状態です。続いて、金属パーツですねが、キットに付属しております。それもいくつか使用しています。こちらの2箇所のエンジンのカバーのところですかね、ところと、あと特徴的なこの方針です。あと分かりにくいんですけど、ライトのカバーに使用してます。はい、それから装備品類は基本的にキット付属のものを全て取り付けました。ジャッキーとかですね、あとは消火器とかスコップとか定番のものが付いています。それから悩んだんですけど、後方の、上部に付いているこのチェーンですね、こちらは付属のものを使ってます。はい、それからこのキット特徴で、内部がですね、表現されています。分かりますかね、座面がいくつかあったりとか、パネル類っぽいもの機材がちょっとあったりとかしてます。ただ、前方の分かりにくいんですけど後方前方の工事前方下部ですね、アクセルとかなんかペダル類が多分あるのかな、ちょっとその辺が詳しく分からないんですけど、空間になってまして何もない状態なので、ここを表現した人は自分でスクラッチする必要があるかなと思います。はい、で、砲塔のカバーがですね取れるようになってまして、説明書も接着しないって形になってるんで私もそのような状態にしてます。で砲塔の、取っ手のところはですねちょっと真鍮線に2箇所置き換えてます。キット付属のものは細くてですねちょっと強度が不安だったのでピンバイスで穴開けて自分で置き換えてます。はい、で砲塔の取り付けがちょっとなかなかコツがいってですね説明書に書いてあるんですけど、これこのままこう上からこう横にスライドしてると入らなくてここの付け根のこの四角い部分が当たるんで、最初立ててこの四角い部分をうまくくぐらせて、これもなかなかコツがいて難しいんですけどうまくいかないね。やっぱりはい、できました。ここをうまく追い越した状態で、押さえつけるというとぴったりはまります。はい、でここから双眼鏡みたいなのを覗くような形になります。でパネルじゃないですね、ハッチ類も、全部取り付け式なんですけど、ここの戦車兵が乗るとこだけ開いた状態にして、あとは閉じた状態にしてます。はい、後方マフラー類がこれになります。で前方がこんな感じです。で結構ですね、この車体の上部だったフェンダーとシャーシをくっつけるときにズレがあったりとか隙間ができちゃうケースが自分はあるんですけど、今回ですねいきなりぴったりはまってですね、接着もスムーズにできました。はい、でキットのですね大きさ最後ご紹介したいと思います。全長が大体15センチぐらいですね。で横幅が、9センチ弱でしょうか。はい、でこのキットこの戦車の特徴であるこの低重心ですね、車高が低いので、4センチぐらいになっております。はい、ちょっと顔はまだ作ってないですけども、塗装も別々にあるので今取り付けてないです。はい、ということ で今回この後塗装にすぐ入る予定です。塗装はまたいつも通りエアブラシで塗装する予定で、
錆止めの色を塗ってからジャーマングレー系のグレー系の色を塗って、で少しチッピング加工した後にウェザリングをやっていきたいなと思ってます。であとこのフォルムパネル単位で色を分けていくと表情豊かになるキットなので、マーヒの作例を見ながら、車体上部のところは色を分けて明暗をつけていきたいなと思ってます。はい、ということで今回ですね、仮組が終了しましたキットのご紹介になります。はい、ご視聴ありがとうございました。またよろしければご視聴いただければと思います。失礼いたします。